はい、こんばんは。はい。11時半と予告して11時4分に入ってくるというね。ただいまの時刻は23時4分でございます。このままの予定で参りますと、0時3分の終了予定でございます。ということでね。はい。こんばんはでございます。はい。本日はですね、早漏ですね。はい、こんばんは、ときちゃん、こんばんは。はい。みどりさん、こんばんは。もいもいです。はい。早漏で大丈夫ですよね。ちょっと早いですけどね。はい。鉛運転も禁止になったらどうするかなってね。鉛運転ね。あ、鉛運転ね。まあね、いいんですけど、はい。ちょっとね、私もちょっと早く寝ようかなと思って、早く始めましたっていう、なんという自己中な。はい。プチャーさん、コンティニコインありがとうございます。こんばんはです。はい。ですね、はい。あ、三毛猫牧場さん、はい。コンティニコインありがとうございます。こんばんは。はい。ですね、あ、はいはい。あ、めめさん、初見ということで、こんばんは。はい。みどりさん、お父さん。はい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 。ということでね。はい。ではやっていきます。はい。うん。民剤セミ薬で、おっぱい始めですけど、よくわかんねえな。はい。あ、閲覧1名様、お茶中ありがとうございます。こんばんは。はい。ということでね。今日はね、あ、こんばんは。はい。あれ、ちょっと、マウス。いや、今日はね、中身ね、そんなないですよ。ただ、ちょっとね、誤解をしてほしくないからという部分での、睡眠薬についてのお話になりますね。はい。ですね、はい。みことさん、こんばんは。はい。ね、そうですよね。はい。あ、睡眠薬ね、飲んだことないですよね。まあ、そうですね。まあ、仕事によってはね、結構ね、対応しますね。やはりこう、ね、好きな時間に寝れませんからね。なかなかこうね、うまく使ってね、仕事していくっていうね、仕事もあります。はい。コンティニューコイン、ありがとうございます。茨城の方言はね、あんまり理解できないかな。はい。でね、まあね、まあ、睡眠薬についてのね、ページが厚労省の e ヘルスネットというところのページにあります。うん。で、まあ、ここにね、まあ、睡眠薬の種類とか、まあ、いろいろ、もろもろ書かれてるんですけども、まあ、特にね、まあ、なんていうのかな、まあ、医師の処方によって服用すると書かれてます。で、まあね、まあいろいろな系統、まあこう4つぐらいトントンと書かれてまして、プラス抗ヒスタミンというタイプがあります。で、この抗ヒスタミンのタイプはですね、まあ市販薬、いわゆるね、薬局で売ってる市販薬が、この部類に入ってきますね。まあ、今出てるね、医薬品の方の抗ヒスタミン薬はほとんどもう眠くならないようにする工夫がされております。ね、デレスケって、デレスケはね、栃木も使えますねって、あ、そうなんだ。あら。ね。マイスリーは、あ、なるほどね。はい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 。なるほどね。はい。茨城も栃木もあんま買わねっぺって、あ、なるほどね。はいはい。はい、わかりました。でね、まあ、要はね、今日、まあ、大きくね、お話ししたいのはですね、まあ、いわゆるね、いわゆる、ベンゾジアゼピン。大丈夫か、俺。ベンゾジアゼピンね。はい。か、それか、非ベンゾジアベチンか。ダメだもんな。はい。とりあえず、出します。はい。ですね、ろれつ回んねえよ。大丈夫か。大丈夫か。いけるのか、いけないのか。だ。そういう話じゃないですけどね。はい。まあ、
要はね、ベンゾジアゼピンというね、それから非ベンゾジアゼピンというですね、二つの系統あります。あ、ローテ中なんですね。あ、そうなんですね。はいはい。あーね、精神科難しいだよね。ほんとね。はい。マイスリーはね、何に入るかなって話か。まあ、その辺はね、ちょっと話してみますね。はい。まあ、この非ベンゾジアゼピンというのはね、主に超短時間型と言われて、まあ、入眠導入って形で使ってきます。はい。で、このね、従来のこのベンゾジアゼピンのタイプはですね、まあ、超短時間のタイプと、まあ、それから短時間型、それから中間型、長時間型というタイプがあります。ね。はい。はいはい。いや、あるある。市販の睡眠薬について、やめとけってね。そう、アレルギー薬だよ、ね。全くその通りね。はい。うん。幻聴はありますからね。うん、ね。はい。まあね、眠気をすごくこう、なんていうのかな。医薬品のね、抗ヒスタミン薬っていうのは、その眠気の部分を非常に改善に努力をした薬なんですね。で、まあ、幻聴とかのリスクもね、だいぶこう、取り除いてるのが医薬品の方の、抗ヒスなんですけど、市販の方はね、ちょっとやっぱりね、多少幻聴リスクあるんですね。はい。うん。おBZP とかね、さすがだね。うん。はい。あ、渡部さんこんばんは。キャス君ありがとうございます。はい。うんうんうん。ね、はい。ベンゾジアゼピン。すんげえ感じ出してきてましたね。で、ね、うん、まあ、これね、別に、あれですからね、まあ、なんていうのかな、結局ね、その睡眠の種類、うん。だその、必要としてる睡眠の種類によってね、やはりこの辺は使い分けているので、ね、そんなにね、こう、なんていうのかな。こう、目くじらを立てるものではないかな。という感じがしています。っていうのはね、ベンゾジアピンのね、睡眠薬にはね、まあ、こんな効果がありますっていうのが出てまして、あ、ゆりさん、こんばんは。うん、はい。ね。まあね。まあ、一応ね、もともとこういう副作用があるのを分かっていて、まあ、使ってます。それはなんでかっていうと、何度も言いますけど、副作用よりもね、有効性の方が上回るから、なんだよね。うん。で、どんな薬もね、副作用がないという薬はないですからね。あ、今日も早かったということで。はい。お疲れ様です。あ、俺がかな。はい。ね。ということです。はい。で、なんていうのかな。まあ、ここにもう書かれているようなことっていうのはね、もう結構織り込み済みな部分があります。うん。持ち越し効果とかね、記憶障害とかね。うん。こういうのはね、前から言われてますし、まあ、注意文のとこにね、昔からあるので、分かってはいることなんですね。ただ、それを、なんていうのかな、まあ、分かってても、使うべきだと判断したときに、使ってきているものなので、ただしこれは知っておいて注意すべきことではあるだろうな、っていうのはあります。まあ、それからね、ごくまれですけどね、まあ、少なかれですね、まあ、筋肉をですね、こう緩めてしまう作用ね、うん、睡眠薬には多少なかれ筋肉をね、弛緩させる作用があります。高齢者ほどこの作用が強く影響するため注意が必要です。立ち上がるときに力が入らず、転んで骨折してしまう可能性もありますっていうのがあるので、うん。うん。あ、大丈夫よ。医薬品の抗ヒスはそれはない。ただ、市販品の抗ヒス薬っていうのは、眠気を誘るように作ってるんですね。
うん、でちょっと作りというか、薬のそのね、設計が違います。うん、同じコーヒーっていうか、言い方をしますけれどね。うん。比較的その、まあ、今の医薬品のコーヒー性というよりも、従前のね、アレルギー薬に近いような、まあ、なんていうのかな。まあ、加速したりしますね。はい。禁止感じゃないですよ。ね。うん。プラセボ効果はね、どうかな。睡眠薬、プラセボも何もね、寝ちまうからね。ただ、落ち着けるっていう効果はあるかな。だから、物によると思います。何のプラセボに使うかという効果ね。プラセボではないからさ、プラセボにはならないからね。いわゆる、こうね、睡眠薬と分類されているものに対してはね。はい。で、まあね、あと、まあ、上機嫌でね、抑制を変えた行動を取ったりするとかね、まあ、おかしなこともあるよ、という、のもありますね。ドリエルは効かん、全く。まあ、そりゃそうだよね。抗ヒス薬だもんね。そう。それは効かんよね。で、まあ、あとですね、まあ、必ず書いてあるんですけども、これね、まあ、主治医にね、例えばこういう副作用が出た時に、主治医に言っていただければね、必ず、こういうのですね、副作用が出た時に、必ず、まあ、変えたりします。ですから、なんていうのかな、上機嫌で勃起はどうかな、わかんないな。あんま経験ないんだよね。だからね、そういうのはね、無理をしないでね、毎回行ってこう、ただちょっとね、軽く薬をもらうって感覚じゃなくて、行ってきちんと症状を申告してくるっていうことをね、それは大事です。はい。そうです。脳を休める作用が便蔵さんです。脳を休めないのがドリエルです。まあ、それ分かりやすい、分かりやすいですね。まあ、要は、そうです。便蔵さんはね、まあ、脳を休めてしまう。まあ、それが効果としてあります。ですからね、リタリンはダメだね。一応禁止薬だからね。日本ではね。ね。はい。リタリンはいいか。禁止じゃねえか。あ、リタリンは違ったっけ？あ、違う。なんだ。なんかと勘違いしてんの、俺。まあいいや。はい。で、ドリエルはね、もともと昔のアレルギーのお薬なんですね。で、昔のアレルギーのお薬は、こう、すごく飲むと眠くなってしまうという効果がありまして、で、今もそうなんですけど、まあ、その眠くなる効果を最大限に発揮して作られているのが、ドリエルですね。はい。ベンザン、サンナンカリ、意味わかんない。はい。で、ですね、昨日誰と寝たか忘れちゃったよって言ったら危ない。で、ですね、一応まあ必ず書かれてます。この一錠以上飲むときはね、転倒とかふらつきとかリスクが増えたり、なかなかやめられなくな、なかなかやめづらくなったりすることがあるから、まあ必ずね、処方された量を守ってくださいということとか、寝るために入ってるんだから、ね、飲んだら、布団に入ってくださいよとかね、そういうことが、必ずね、これ書かれています。あとはね、結構気をつけた方が良いこと。民剤の、こう、付き合っていく上でね、お酒と一緒に飲まないっていうのがね、まずあります。お酒と一緒に飲まない。ちょっと待ってな。はい、お酒と一緒に飲まない。ね。ああ、そうか、漢方の方が効くんだね。そう、ベンゾー、ザ・アゼピン。と、文字に起こしてみたくなります。あ、なるほどね。はい。まあね、民剤もね、今書いていただいてますけどね、まあ種類いっぱいあるんですよ。まあ、ベンゾーって言ってるものの他に、シクロビロロン系とかね、まあ、ここのリンク貼らせていただいた厚労省のホームページに書かれてますけども、バルツール酸系とかね、まあ、それから、まあ、最後にコーヒースタミンってなってるんですけども、まあね、こう、系統を変えることができます。で、一緒に飲まれてるお薬によっては、一緒に飲めないタイプのね、こう、
睡眠薬もありますので、そういったところをね、こう薬剤師さんとか、それから主治医にこうね必ず話していただいてね、そうそう無意識に電話したりとか、まあ、それはどうかな、うん、あるのかな、うん、ね、アモバンは苦いっていうか、あ、そうなんだね、みんないろいろ飲んでんな、おい、すごいな、うん、って感じですね、はい、うん、で、まあ、具体的なね、製剤名を出していき、いいのか、いいか、まあ、具体的な製剤名いらないかな、うん、ね、はい。まあね、こんな感じです。ちょっと画像悪いですけどね、これホームページからパクってきてるんでね。はい。まあね、主にこんな感じでございます。ね。ヒロポンはダメだよ。ヒロポンダメ。うん、ヒロポン飲むならね、北朝鮮だね。うん、まあでもね、あれもね、ほんと悲しい理由だよな。うん、っていう感じかな。ね。ね、素敵なレジュメ、真面目。うん、そうですね。そう、パコってないけどね。ラボナは私の、薬品倉庫に大切にしまわれております。あ、なるほどね。はいはいはい。ラボナはお菓子のホームラン、それじゃねえって。はい、で、ですね。まあ、まあ、ベンゾはね、副作用が出やすい、やめにくいってこれあるんで、だから、やたらたくさん飲むなっていうのはね、これ絶対主治医言ってます。うん。ね、これ言ってるはずなので、極端な話、半分に割ってもいいよっていう、言われてるはずだと思うんですよ。半錠でも十分効くんで。ね。はい。うん、バボナはゴミ置き場に吊るしてあります。あらば。バボナね。なるほど。はい。にじるさんこんばんは。ね、フルニトラゼパムはなくてはならない大事なお友達。あ、なるほどね。そうですよね。まあ、そうなんですよ。結構ね、ないと困るっていうのはあるんです。だから、要は何をして欲しくないかというと、処方された量より、絶対ね、こう、追加して飲んだりしちゃダメよと。うん、そしてあと、自己判断でやめてもダメよってやつですね。例えば、こう、主治医がね、頓服として出してる場合ね、眠れない時だけ飲んでくださいねって言われてるのに、別に眠れないわけでもないのに飲んじゃったりとかね、うん、それは絶対やっちゃダメですし、うん、そう、肩こりのね、緊張性頭痛にも効くので助かる。うん、まあ、まあ、さっきちょっとお話しましたけど、それね、副作用がね、いい具合に逆に効いてるんですね。いわゆる、弛緩作用ってやつね。うん。それがね、よく効いているタイプです。うん。ベンゾンの副作用が、その肩こりに対しては緊張してるんでね、それがこう、バッとこう、ほぐれて、いい方に効いてるかな、っていうね。まあ、眠剤飲んだらオナニーしないで寝よ。うん。OD はしちゃダメですよってことでね。うん。OD はしてないですよって、そりゃそうだ。うん。ね。OD はしないでですよね。普通の方はね。はい。うん。はいはい。うん。先日、備前性承認に伴って、うん、コンサーターの管理体制が強化されると CG から話が、そうですね。ちょっと変わってきます。この辺扱いがね。はい。明日病院だけど、マイスリー残ってるから、マイスリー3日分飲むがおっていうのをやっちゃダメなんです。はい。そういうのは絶対やっちゃダメというね、お手本のような書き込みでございます。ね。絶対やってはいけません。眠剤はね、本当に、あんまりね、舐めちゃダメですよ。眠れないからって言って、その増量しちゃうっていうのはね、結構危険なので、離脱できなくなるってことはないですけれども、非常にここにも書いてあります。やめにくくなるんですね。なので、非常に難しい。そういうのがあるので、絶対やっちゃダメですよということですね。はい。まあ、そういうのが書いてあります。で、もう何度も言いますけども、これはね、もう
ちょっとね、副作用かなって、ちょっとこれ自分にとってちょっとこれ副作用かなって思う症状があったら、すぐにね、主治医にね、話してください。あ、なちさんこんばんは。あれ、早いということで。そうです。本日はですね、23時3分ぐらい ?8 分だったかな。まあ、そのぐらいから始めてます。はい。はい。イエナさんこんばんは。用法、用量を守りください。また来てくださいね。ちゃんとね。はい。そう、自分で減らして飲んで良いって言われてます。その通りです。減らすのは構いません。この、いわゆる、睡眠薬と言われるものは、もう全然減らしていただいても構いません。自己判断で。ただし、増やすのは罰ですということですね。はい。うん。患者も登録することで、サリドマイドの管理体制みたいになるのかな。確かにね、この、民剤系はね、その方がいいかもしれないですね、とは思いますね。ね。あ、はい。お茶10ありがとうございます。お酒も用法、用量を守って飲んでくださいってことでね。説得力ねえな。はい。あ、もう来ない。わーん、七瀬先生って、絶対潜ってるから大丈夫ですよ。はい。ドラゴン、ドランクドラゴンみたいなマイスリーを飲んで車運転しちゃダメです。はい。絶対ダメです。はい。おっしゃる通りです。うん。結構それもあるんですけども、安定剤とか、睡眠薬、うん、を飲んで、車の運転はね、これはちょっと、やめた方がいいですね。ストロングゼロって。お酒会。うん、ね。はい。そう、七瀬先生を捕まえる会。お茶中ありがとうございます。そうですね。なかなか捕まりませんからね。もうコメントしたらもういないですからね。はい。で、というのがありますね。まあ、そういうところかな。はい。いやー、ダメですよ。そういうのはね、犯罪ですからね。うん。ちょっと危険が過ぎるんで、まあね、さっきみたいにね、例えばその緊張をほぐしてくれるとか、そういうのはその副作用がね、良い方に出てる場合なんですよ。で、逆にそれをね、こう、うまく利用して症状を収めていく場合なんかもあるんですね。はい。ね。で、なんでね、睡眠薬が、ね、ですね、ちょっとあります。それはですね、よいしょ、はい。ですね、他の部分ですね。よいしょ。はい。他の部分ですね。はい。卑猥の構え方が愛情足りないね。なに先生、意味がわからない。はい。ですね、聞いてないと思ったら、他にね、ちょっと原因を見落としてないかどうかとかね、ちょっと自分なりにこう、ちょっと、探してみてください。例えばトイレに行く回数が多いとか、あとちょっと他にね、やっぱちょっと、抑うつ状態なのかなとかね、それからあと、かゆみとか痛みがある場合ってこれね、なかなか寝れません。そもそも眠気が立たないだね。眠気が来ないからね。こういう状態にあるとね、なんていうのかな、まあ、過緊張状態にあるからね。それからまあ他の薬の副作用で、まあ例えばちょっとね、興奮気味になってるとか、まあ高揚した状態になってるとかね。それから、睡眠時無呼吸症候群ね。まあこういうものが、後ろにあると、まあいろいろとね、問題、になります。はい。ね。あ、そっか、ピカチュウっぽいですね。耳がね、ウサギっぽいですけどね。これね、あれなんですよ。イエナさんとナナシ先生はやたらこうね、絵文字作るのが上手でね。ピカチュウにしか見えない。まあね。はい。なんでね、こういう、だから、他に症状がないかなっていうのもね、ちょっと薬が効いてないかなって、処方された量以上ね、以上に、こう、だから、睡眠薬を処方された量を飲んでも、あ、なんか毎日効かないんだよな、飲んでも効かないんだよな、と思うようだったら、ちょっとそっちをね、自分の判断で薬を増やすんじゃなくて、受診していただいてね、次回の受診の、こう、タイミング来てなくてもいいですから、再度受診していただいてですね、その辺の、
薬の調整であるとか、まあ他のそのね、診断、うん、それからまあ痒みとかね、そういうものに関してはそれ精神科ではね、できませんからね、まあきちんとですね、こう受診していただくということをしていただいてね、やっていかないと、もう全然ね、なんていうのかな、まあただ単にこう薬が増えてくるってだけであって、全くね、こう、まあ改善が見えないというか、まあちょっとそういう風になってきますね。はい、はい、アライグマね、はい、アライグマ、ちょっとこれは無理かなーって感じしますけどね。はいね、はい、でですね、まあまあね、こう繊毛とかのね、リスクとかも他にあったりとかする薬あります。うんね、例えばそのまあ抗精神薬とかね、まあそれから抗うつ薬ね、その場合はね、やはりこうまあ便ゾって言ってるからもう下が言えなくなってるのね、便ゾジアゼピンをね、避けるという方になっております。はい、睡眠パターンに合わせたね、睡眠薬の選択ってことで、まあこれはね、相談していただければと思いますので、要はだから今飲んでいる上手ってことで、はいはいはい、褒めてますよ、はいね、選択できるんでね、いろいろなね、うん、こう種類のまあ系統のお薬があるんで、一種類じゃないんですよ。うん、睡眠薬ってパッと言っちゃいますけども、系統がいくつもあるんで、うん、それに合わせてね、こう処方することが可能ですから、あとその量をね、調整するとか、その後、例えばその、ここに書いてありますけど、入眠が困難なのか、それとも途中で起きてしまうのかとか、そういう、うん、状態でね、それによってこうかなり変わってきますから、それによってこう使う薬を変えたりとかね、寝つけないわけじゃなくて、こう途中で起きてしまうのに、いくらね、導入剤使ってもしょうがないですから、うん、その辺なんかもね、こうなるべく詳しく自分の眠りがどういう眠りなのかっていうのもね、きちんと話をしたら、やはり正しいね、こう睡眠薬のこう処方がすることができますので、どっちもなんだね。あ、なるほど、うん、まあ、そういう時はね、まあそれも言ってください、どっちもですよっていう風にね。はい、あ、27分お知らせありがとうございます。なんでね、こうお薬である以上、必ず副作用っていうのはあります。うん。もうやだ、ベンゾのもう。ジェネリックややこしい。なことはないけどね。うん。私はゾロですよ、基本。うん。やっぱり薬価を抑えたいなって思う。まあ、薬価を抑えたいって。もう薬価払ってねえだろって話なんだけどね。うん、そう。本当ね。おっしゃる通り、薬は異物なんですよ。本当忘れないでくださいね。うん。ただ、ちょっとね、今日はちょっとこれを声を大にしていたいことが一つあります。まあ、一部のね、某ね、M 精神科医とかはですね、うん。まあ、完全否定してるわけですよ。こういったお薬をね。まあ、言ってみればもう全否定。ね、精神薬とかそういったものに関して全否定してるね、まあ U ね、U、うん、そうだね、 U としておきましょうね、 U 先生ねを中心としたグループがあるわけですけど、そういうことはないですからね、あれは極端すぎ、うん、要するに完全に使わないっていう考え方は極端、そう、そう、ちょっと出かけてますけどね。かっかこんばんは。はい。朝4時から完全なモードな、うん、患者さん怖い。あ、まあね、確かにね。そうね。うん、そう。そうです。そう。その方ね。まあ、教祖様でございますね。はい。ほんと薬はね、うまく使いましょう。うん、薬にね、使われちゃダメです。うん。だから、
しっかりね、その自分にちょっと合ってるか合ってないかっていうのも含めて、どんな様子なのかなっていうのはね、必ずこう、診察の時に言ってください。そのためにね、足運んでるわけですから、自分からね。うん。それをきちんと申告して、自分に合ったタイプの、薬、ね。というのをね、使われることをお勧めします。はい。そう。薬はあくまで補助的なものです。あ、さすがですね。はい。うん。そう。チャチョキ。チャチョ。チャチョ。チャ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 チョ。チャチョチ？チャチョチですね。はい。うん。なんでね、やっぱりね、こう、睡眠薬っていうのはあくまでそのね、お休みになるための補助のものなので、これをね、まあ、否定する理由もないんです。ただ、その、なんていうのかな、さっきも言いましたけれども、まあ、言ってみりゃね、薬っていうのは異物ですから、その、なんていうのかな、まあ、よく QOL なんて言い方をね、するんですけれども、寝つきが悪いとかね、まあ、そういう場合は入眠導入剤を使うわけですね。だからまあその場合はまあ選択肢いろいろありますし、まあそうじゃない場合はね、まあいろいろね、他にもね、種類があると。だから、こう一種類じゃないんで、例えばそれで、まあちょっと中毒性の高いものでね、ちょっと継続しそうだなと思ったら、その薬をちょっと切り替えたりとかね、そういうこともあります。うん。だから、きちんとね、そうそう、今書いてありますけど、ネットでの個人売買はね、絶対ダメですよ。ね。はい。あ、エリー先生、こんばんは。キャスカンありがとうございます。ね。
くと、少しはね、違うと思いますね。変わってくると思います。いわゆるね、体内時計をね、ちょっと戻すという意味で、基本的にはですね、まあ、そうだな。まあ、夜11時過ぎたらね、入浴していただいて、で、入浴したらですね、なるべく早めにこう寝ていただくという方が、良いです。で、人によって変わりますけども、適正な睡眠時間というのは人によって違うんですね。うん。で、なるべくね、まあ、必要な、その人にとって必要な睡眠時間。まあね、なるべく深い眠りの方がいいんですけれども。うん。そう。あね、遮光カーテンはね、睡眠に関して言えば実はね、朝の光が差さないので、そう、良くないです。ね、11時も過ぎております。うん。ね、行ったら口うるさい患者様って思われるかなって我慢してて、入浴すると毎回不眠、入院すると毎回不眠会。うん。ホテルわかりますよね。寝落ちると3時に目が覚める。うん。そんなもんですよね。かえってね、眠りがね、浅くなっちゃったりしますよね。うん。そう。カーテン開けると、頭熱くと起きるよ。お、なるほど。うん。そうね。はい。ショートラッパー。うん、なるほどね。寝る前のブルーライトは避けようと思いつつ、キャスには参加。すいませんね。ほんと、こんな遅い時間にね。ほんと、申し訳ないですね。もう。まあ、ブルーライトに関してはね、なんで、こう、ブルーライトがいけないかっていうのは以前お話ししたと思うんですけれども、要はね、昼間の状態を作っちゃうんですね。うん。まあ、昼間のこう、要するに、明るい状態作っちゃうんです。うん。だから、寝づらくなる。っていう理由なんですね。だからブルーライトがなんかね良くないとかそういう話じゃないんですね。寝る前に浴びるブルーライトがまああんまりこう眠りをこうね促すようなものではないってだけですからね。はい。携帯いじって7時になって慌てて寝る。なるほどね。3時過ぎてるみたいだわ。なるほどな。隣に寝る人によっては、寝れなかったりね、とかありますね。そういうのね。そうですね。無音で寝れないから、ついついキャスを聞いて動画を見たりしちゃうと。ああ、なるほどな。そうか。いや、ダメな大人ってことないですけどね。うん。まあね、そういう感じだと思います。まあね、まず、こういうね、まずそういう、時間をね、なるべく戻してってあげること。まあそういうのすごく大事です。はい。で、まあ、とは言うものの、うん、まあね、いろいろ、事情がね、ありますから、まあ一概にはね、言えないところはあるんですけどね。はい。で、ちょっと軽くですね、まあさっき言いました、短期型とか、まあそういうのがあるんですけども、ちょっと軽くね、お話します。超短時間型ってのはですね、半減期が2時間から4時間。まあ、この半減期っていうのは効果がね、なくなるというふうに考えてください。実際にはそうではないんですけどね。まあ、そういうふうに使います。超短期型はね、2時間から4時間で半減してしまいます。それから、短期型というのはですね、だいたい6時間から10時間で、効果が半減して、まあ、持ち越し効果って言われる、いわゆる残りですね。眠気が残るとか、うん。そう、そうね、リアルタイムで聞いちゃダメで。うん、ラスカル。そうそう、リアルタイムでね、聞いちゃうとね、意外と寝れねえかもしれないね。だって11時半だからね、普通ね、普段ね。そう、薬飲まずに蒸気でホットアイマスクしたいのに、スマホ見れないのが、もやっとしちゃうので、現代病あ、なるほどな。あ、そうそうそう、なるほどね。そう、寝るときにベッドで悲しみの向こうを聞きながら、いや、余計寝れねえだろう。うん。ね、はい。まあ、ね、寝るために、こう、要するに、だから、薬以外にも、例えばその生活のリズムを整えるとか、それからまあ早くお布団にね、入るようにするとか、あとはね、こう、人間ってね、こう、例えば頭使いすぎても、体使いすぎてもね、寝れないんですよね。どっちかだけだと寝れなかったりするんですよ。だから例えばだからそのバランスを取ってあげるとかね、すごく体をこう、わーっと使っても、そのままバターっと寝れる場合もあるんですけど、反対にこう、頭だけを使いすぎてね、
眠れないとかって時あるんですね。体全然疲れてなくてね。はい。目元や肩を温めてみたりとか、あ、そうですね。儀式を決めるとかね、そう、歯磨きとかね、いいですね。ワンコと寝ると気持ちよく寝れたりする。あ、いいですね、そういうのもね。はい。いや、使ってないですね。はい。っていうのがあります。はい。で、まあ、あとね、中間型っていうのが、まあ、12時間から24時間。まあ、これはね、なんていうのかな。中途覚醒しちゃう方ね。要するに、まあ、寝てる最中に要は目が覚めることが多い方ですね。方に、まあ、効果的なんですけど、子猫がいると寝れない、そりゃそうだな。キャスはコメントできるから、ついついコメント勢になってしまう。それはわかるけどな。いや、寝ない。2330体とは思ってましたよ。まあ、そりゃそうだね。ね。まあ、一応ね、こういう特性がそれぞれの薬にありますんで、長期作用っていうのはね、これほとんど使わないかな。長期作用を使うのはよほどの時ですね。ね。はい。まあ、そういう感じでございます。はい。で、あとはね、まあ、薬剤名ね、お待ちかねかな。皆さんが多分こう知りたがってるのは、この辺じゃないのかな。まあ、マイスリーとかね、その辺はですね、ベンゾです。ね。で、超短時間型。ロゼレムとかね。睡眠時間が短くてもね、眠りが深いとあんまり問題ないですね。そう。寝る前に、なんだ寝る前にあ、ちょっと寝る前に少し体温が下がってから眠りにつく感じ。暑すぎると眠れない。そうですね。おっしゃる通りで、深層体温って言ってね、前回ちょっとほら、お話ししたと思うんですけども、体の皮膚の表面じゃなくてですね、体の中の、こう、なんていうのかな、深いところの体温が皮膚の表面よりも低くなると人間寝やすくなるんですね。人間って寝るとき体温を落とすんですね。そう。もう47分も経ってて驚く。わ、すごいなぁ。ね。はい。その経ってて驚くって42分はかなり痛くないかな。睡眠時間が、これはね、先ほどコメントさせていただきました。口苦くなるやつ、いやーってね。そうですね。そうです。マイスリーはですね、超短期型の非便ゾですね。はい。レイプドラッグとして使われるのはどれでしょう？どれも使えちゃうんだよね。ただ、超短期だよね。普通に考えたらね。すぐ寝るためだからね。ハルシオンの副作用はヒステリー。まあ、いろいろありますね。ハルシオン便座ですからね。はい。そう。草立ってて。ロヒブノール。ね。はい。そうですね。まあ、確かにね。はい。いや、お前の母ちゃんデーパースって意味わかんないですね、それね。はい。まあね、本当にね、否定す、結構ね、この薬に対して、まあ、副作用ははっきり言って、みんなわかってます。で、こういうふうに、厚労省も、ページに、ホームページに書いてますし、普通に、こう、インターネットでこういう副作用がありますって、製薬会社、普通に書いてます。ね。それから、精神科の先生も普通に書いてます。だから、誰も隠してないし、分かってるんですね。ただ、分かってて、なんで使うかって言ったら、ね、その、リスクよりも、明らかに効果の方が、その人の QOL を上げるために必要だから、処方しているんですね。だから、あくまで、ね、あくまで、要するに処方された形で、ね、処方された形で飲んでいただく。これが非常に大事なことです。そう、本当に副作用がない薬はね、ありえませんから。気づいてるか気づいてないかだけであって、副作用というのは絶対にあります。ね。だから、そこはね、まあ、
なんていうのかな。で、さっきみたいにね、副作用が良い方に働く場合もあります。肩こりがほぐれちゃったりとかね。この、まあ、弛緩作用っていうのはね、こうあれですね。力が抜けるこうような作用ですよね。うん。だそれによって、こう、肩こりがほぐれたりとかね。そういうこともあるわけですよ。そう。耳病みたいになるのが、配信しちゃいそうで一番怖い。あ、なるほどね。無乳病みたいになるのが配信者やそうで一番怖い。あ、まあ、私みたいですかね。肩こりがほぐれるだと、カッコン糖っていい漢方ありますからね。はい。カッコン糖もね、体を温めるお薬なので、肩こりってちゃんと添付文書書いてありますから、効果にね。はい。それ、怖い。ね。ほんとそうですよね。最近寝るためのサプリメント出てますよね。あ、ギャバね。そうですね。あ、そう。カッコン糖いいですよ。肩こりとか、その、いわゆる特に、冬場もそうなんですけど、夏場ってこう、体の冷えが意外とわからないじゃないですか。まあ、エアコンしたりいると寒いなとかわかるんですけど、体のこう、なんていうのかな、こう、節々の冷えっていうのがちょっとわかりにくいところがあるので、まあ、冬も夏もそうなんですけど、けど、カッコン糖のその、体を温める効果っていうのは、非常にこう、高く評価されております。はい。夜中に食べてしまったりすることあります。ありますね。はい。なんかエッチな配信を想像してしまうって。どんな配信やねん、それ。怖いなぁ。ね。はい。ということで、あとはなぁ。まあ、あとはね、特に今日は、特段資料はですね、準備をされていないんですが、ティアニンはどこに入るのかな。一応ですね。まあ一応、コンテナのまあ代表的なものなので、まあ、便所に入るか入らないかっていうところですからね。ちょっと紛らわしいのが、この、オレキシンというところの薬にね、ベルソムラっていうね、薬がこの便所と紛らわしいってこうよく言われるんですけどね。そう。まあね。秘宝、カッコン糖切れてた。ガーン。ね。そうです。ティアニンちょっと合わないですね。ちょっと調べてみないとね。はい。最近肩こりや、背中こりで身体がギスギスする、頭痛がする。まあ、受診しましょう。普通にね。はい。入院中に出された。ああ、なるほど。ベルソムラ。まあね。いい薬ですよ。はい。サプリメントか。ああ、サプリメントか。ティアニン、なんだろう。これ余計わかんねえ。ね。はい。ほんと。まあ、ちょっと調べて、どこかサプリメントの会かなんかで配信しましょう。ね。はい。ね。ってことです。はい。ベルソムラ、悪魔見る。そうなんだ。ああ、そうなの。フロモックスと、プロボックスを間違えない。ね。大丈夫です。はい。どういうところかな。なんでね、まあ、副作用あるある言われてますけど、ちゃんとその、なんていうのかな、申告していただければ、その代替策って必ずありますんで、決してね、そんなにこう、まあ、なんていうのかな、怖がる必要はないっていう方は変なんですけども、処方された通りにね、使用していただければ、そんなにね、大きな副作用っていうのはね、まあ、見過ごすことはないかなっていうのはあります。はい。寝れても看護師さんの気配で起きる人なので、入眠出されて、まあそうだね。それ言った方がいいよ、今度ね。ロヒプノールとサイレーサー同じだ。アモバンが苦くなるやつ。何食べてもほとんど苦い。あー、なるほどね。そう、勝手な弾薬や、原薬はやめてくださいね、とおっしゃる通りです。ね。はい。夜行バスはよく眠れる。揺れが気持ちいい。それもね、人それぞれみたいですね。私も夜行バスはね、別にそんな豪華じゃなくても寝れるんですけどね。人によってはダメみたいですからね。緑茶などお茶に含まれる
ケアニンは、睡眠の質を改善したり不安を和らげたりする効果があるらしい。あ、そうなんだね。ただティアニンだけだとどうなのかな。あれですか、まあちょっとわかんないですけど、ちょっと調べてみます。ちょっと適当なことは言えないんでね。はい。普段飲んでないから、下剤、眠剤はおっかなくて基本飲みたくない。まあそうですね。まあそういう気持ちでいた方がいいと思いますよ。だから、処方されない限り、こう、飲まないっていうの方が安全です。絶対ね。ただ、必要な人には処方するので、その場合は、こう、きちんと、用法、用量、ね。だから、指示通り、飲んでいただいて、やたらに増やさない、ね。特にこの、睡眠薬っていう部類に関しては、減らしてもいいけど、増やしちゃダメ。ね。医者が減らしてもいいよって言ってるんだったら、なんていうのかな。減らしてもいいけども、そうじゃない場合はね、必要があるから処方されてますんでね。はい。下剤、眠剤、お友達ということで。まあ、必要であればね。ただ、市販薬を自己判断で飲んだりとかっていうのはちょっと怖いなっていう。あと、処方されたお薬を、まあ、その処方量よりも、たくさん飲んだりとかね、そういうのは絶対ダメです。特にこの、睡眠薬というものに関しては、絶対規定量を超えて飲んではいけません。はい、コンティニューコインありがとうございます。あかれさん、ニンニンということでね。はい、こんばんは。はい。入院すると3日出ないと出される。あ、そうなんだ。ありゃ。必要があるからね、処方されるわけ。まあね、チンコの振り返り。ほら。奈良先生、こんばんは。はい。はいはい。わかったわかった。そこはいつもまでと一緒でね。マッサージ機で血行を良くするにはこれがいい。またわけのわかんねえこと言ってる。そう、認知症の方はね、そうですね。眠剤飲ませても効かない人、認知症の方は注意してくださいね。まあ、これは主治医がよくわかってると思いますけども。認知症の人に対する、睡眠薬の処方に関しては非常に慎重に。することになっておりますのでね。意外とちょっと偉いことになったりします。はい。若い女は乗りかかってラブホに行って今、そんなことはないんだよね。朝飲み忘れたので昼2回分飲みました。朝2回飲まなくていいんだけど、2回飲んじゃダメだな、一緒にな。ちょっと時間空けようね。3日で便秘と判断されますからね。まあそうですね。ね、最近構え方がガサツだよねって、そんなことはない。でもね、寝ないのよ、あら。入院すると病院のお手洗いがお部屋についてるタイプで 100% 便秘になる。なるほどね。病室にお手洗いがついてる。いいな。他の部屋の人も起きちゃって大変だった。そうだね。あるな。まあ寝ないですね。まあなんかね、確かにね。あれね、疲れてなきゃ寝れないっすよね。いや、ダメですよ。来ちゃね。はい。来てくださいよ、七瀬先生ね。そんな来ないとかね。言っちゃダメですよ。ちょっとまとめにくいですけど、まとめますよ。はい。まあ、眠剤ね。いわゆる、ベンゾ系と言われるもの。ベンゾジアゼピン。ね。って言われる、睡眠薬なんですけれども、まあ、若干その依存性があるというふうに、言われておりますんで、記事でも書かれております。ただ、それはね、以前から分かっていたことであって、やはりそういったね、長期に、こう、使う方に対しては、なるべく避けたりとか、細かくこうね、チェックしていったりとか、するようにしています。ね、で、やはりね、そういったもので、例えば、副作用的なものが出てきたときは、必ず主治医に申告をしていただきたいなと思います。厚村の54番ね。はい。ということです。はい。農竜さんなんか飲むなって。また来てね。ね。家奈さんダメですよ。もう来ないプリプリなんて言っちゃね。はい。ってことでね。はい。まあ55分来ましたんでね。まああれですけど。本当
ぱ民財は怖いんで、例えばね、こう一条あるんです。で、あんまりこうね、真ん中に割る線が入ってるお薬ってないんです。割り線って言うんですけどね。うん。で、お薬をこう真ん中でポンって割ることができるタイプがあるんですね。睡眠薬っていうのはね。だから、一錠じゃなくて半分で聞けば、要は眠れればいいんで、それでもいいわけですよ。で、玉水飲んでくるわ。ああ、惜しいか。おお、水飲んでくるわ。なるほど。はい。ね。はい。あ、はい。また来るね。ということでありがとうございます。はい。下剤のもんが何だろうが、すぐそこにいる人が空間で手洗いできないから。あ、なるほどね。あ、そういうことね。はいはいはい。ああ、そっかそっか。ありがとうございます。また来るということでね。はい。濡れ線なら部屋にいっぱい。だね。ポンポンに穴が開く。そうだよね。お水飲んでくるわって、そうですよね。はい。まあ、そんな感じなんですよね。だから、本当にこう、まあ、依存性があると言われてても、その辺をやっぱり逆にきちんと管理する意味でも、きちんと申告していただきたい。ね。主治医にきちんと申告していただきたい。副作用出てないかなとか、例えばもう完全に飲まないと寝れなくなっちゃってるのと、全然訳が違うんですね。うん。で、一応ね、私もたまに寝れない時あるんでね、10日分ぐらいはもらってあるんですけども、まあ、ね、むやみやたらにね、こう毎日飲むってなっちゃうと、それはまた話別なんで、そういうのもこうしっかりね、申告していただければと思います。依存性がね、とにかくね、この連続系にはですね、ありますので、非常にね、その辺はね、注意して、飲んでいただければと思いますので、きちんとですね、その辺はこう主治医と、コントロールしながら、飲んでいただくことが非常に大事です。はい、依存しすぎると怖いですからね、おっしゃる通りです。ラベンダーのエッセンシャルオイルで十分寝れると、おお、素晴らしい。はい、ありがとうございます。こちらこそ聞いていただいてありがとうございます。はい、どうもお疲れ様でございます。57分お知らせありがとうございます。民剤だと思ってラムネ飲み込んで寝ます。そうだね。ね、はい、お疲れということでありがとうございます。はい、じゃあですね、もうじき1時間になりますんでね。はい、睡眠剤対覚醒剤。はっ。まあね、その辺の依存性の話とかもね、今度しましょうね。タバコとか、睡眠薬とか覚醒剤がどのぐらい依存性が違うのかってお話とかね、その辺なんかも、今度してみたいと思います。はい。昔、民剤を潰してストローで鼻から、危ねえ、危ねえことやってたね。プラシーボ最高。プラセボ、はい、お疲れ様です。ね。はい、できれば飲ませたくないから、主治医と相談したいなって。そうですね。やはり、こう、最低限ね。最低限でいけばいいと思いますよ。ね。はい、お疲れ様です。お茶中ありがとうございます。〇〇異常の依存症ね。はい。ラスカル先生にマイスリー飲ませてやめてね。私やってないよ。ミクシーで見た。ああ、なるほど。そういう感じなのね。はい。ね。怖いな、でもな。はい。あ、深見さん、こんばんは。あ、すいません。今日はね、あれなんですよ。もう終わっちゃいますけどね。はい。にじるさん、お茶中ありがとうございます。はい。コンティニューコイン、ありがとうございます。ということでね。はい。今日は、すいません。10時、3分ぐらいから始めたのかな ?11 時 3分ぐらいから始めたんですかね、ということでね、終了になりまーす。はい。ね、鼻は薬からは危険でございます。はい、お疲れ様でした。